にちは。7110マーケットトゥデイ8月13日の担当は投資調査部の北原です。どうぞよろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は昨日の終値と比べて37円安い 27,977 円で取引を終えました。今日の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数なんですが、値上がりが1042、値下がりが1031ということで、強弱拮抗となっております。週末ということもあって方向感に乏しい展開となったわけですが、来週からお盆明けで、投資家が戻ってくるというふうに思います。ですから、日経平均株価4本値、初め値、高値、安値、終わり値とありますけれども、終わり値そして安値でも2万8000円台を維持して、株価推移できるかどうか、注目していきたいと思います。では資料1ページ目をご覧ください。この資料はですね、日経平均株価の2009年からの推移を示したものです。相場の大局観は上昇基調が継続していると、今考えているんですけれども、その理由としては、この過去からの株価推移にあります。1、2、3、4と数字を示しておりますが、過去節となる安値がありました。ボンボンと株価が下がるタイミングがあったんですが、そこから株価はこう上昇して上値を切り上げる展開が続いております。で、今はこの4の株価推移の中にあるわけですけれども、昨年の3月の安値から今年2月の年初来高値までの上昇幅に対して、7月安値をつけた時はその高値からおよそ2割押したにとどまっております。本当に弱い相場だったら、5割とかもしくはそれ以上の下げの局面があってもおかしくないんですが、昨年あれだけ上昇した上昇幅に対して、まだ、下げ幅が2割水準にとどまっているというのは、底堅さでもありますし、先行き景気拡大、それから業績拡大に対する投資家の期待の表れだというふうに思っています。そういうことから鑑みても、相場の大局観は上昇基調が継続しているというふうに思っております。では2ページ目をご覧ください。じゃあ昨年3月からの株価の推移を、今度は東証一部全体の動きを表すトピックスで見てみたいと思います。トピックス上昇基調が継続しております。長期の株価トレンドを見る200日線よりも株価が上に位置していることからも上昇基調が継続というふうに考えているわけです。じゃあ移動平均線の上に株価が位置しているということは、それを何を表すかというと、この移動平均というのは過去の株価の平均値を連続したものです。ですから移動平均は過去の株価に影響されるんですね。で、移動平均は株価よりも遅れて動くので、もし本当にこう相場の地合いが弱くて株価がこう下落を続けていくとなると、株価は移動平均を下回ってきます。ところがそういった動きが足元見られておりませんので、上昇基調が継続、逆に、押し目買いのタイミングにあるのかな、こんなふうに思っております。では3ページ目をご覧ください。はい、製造業とサービス業の二極化再び、地合いは、良好なんですが、直近のコロナの影響の長期化などがありまして、製造業とサービス業の株価の推移、それが二極化してきています。で、一旦二極化が修正されて、サービス業も上方向に向いたんですが、そのコロナの長期化、それからワクチン接種の遅れ、またはワクチン打ってもまだ新型の変異種などに感染する可能性もあるという報道などもあって、なかなかサービス業の回復には至っておりません。ですからサービス業の株価の回復は、当初1のイメージでいたんですが、業績の回復の遅れを想定して、2のような株価推移のイメージ、緩やかな時間をかけた株価の回復、業績の回復、こんな風に見ております。
で、その反面製造業というのは半導体とか EV、デジタル化などに関連する銘柄の株価は堅調に推移しておりまして、またこういった製造業の業績が良好ということで、そういった関連のこう部品などをね、こうなんていうんですかね、運送する需要も回復しておりまして、物流関連銘柄というのも業績が好調に推移しております。で、これをこう如実に表したのが資料4ページ目をご覧ください。 JPX 日経400の株価指数の銘柄入れ替えに現れたというふうに見ております。先日この指数の銘柄の入れ替えが発表されました。新規採用の例としましては、こういう海運とか陸運などのこの物流関連ですね、景気の急回復によって荷動きがこう堅調になって、それによって業績の恩恵を受けるような銘柄が新規に採用されました。で、その反面、電鉄や空運などの業績回復の遅れが見られる銘柄が除外となっております。で、この JPX 日経400の株価指数というのは、資本効率とか株価の流動性、それから業績などをもとに銘柄が決定されますので、業績回復の遅れが見られているこうした電鉄空運株などが除外されたというのが、ありました。まあ、今の相場の状況を如実に表していると思います。ではその他にですね、上昇基調が続く中古型銘柄の例として資料5ページ目をご覧ください。はい、ですね、まあ、今のこの JPX の他にですね、上昇基調が続く中古型銘柄ということで、チャート面からもこういった個別銘柄も注目してもいいのかなというふうに思います。神戸物産シフト、三住グループ、富士民コーポレッテッド、三井倉庫などがあります。で、今日はこの中から三井倉庫をご紹介したいと思います。資料6ページ目ご覧ください。三井倉庫、国内外で物流を展開しております。で、倉庫業以外にも陸上、航空などの貨物輸送、ロジスティックスなどを営む総合物流企業です。で、業績を第一四半期の段階で上方修正いたしました。で、その背景にありますのが、やはりこう良好な事業環境を受けてということになります。世界的に今ネット通販の拡大が見られています。それから自動車関連で試作品のプロジェクトの輸送が前倒しになったこととか、家電物流の取り扱いも増えたことが業績の上方修正要因と会社はコメントしております。で、こうした事業環境が下期でも見込まれるということで、上方修正したわけですけれども、資料7ページ目をご覧ください。この企業、配当金も増配の傾向が続いているんですよね。今期も5円増配の年60円を予定しております。では最後に株価を見ていただきましょう。資料8ページ目をご覧ください。良好な事業環境を受けて株価は一段高に進んでいます。2月の高値2488円が、今度は足元では下値の支持の水準に変化しております。この先、さらにですね、こうジグザグをこう進めながら、事業環境の良好な状況を背景に、3000円台を目指していくのかどうか、この先の動きにも注目していきたいと思います。皆様、本日は以上になります。ありがとうございました。